白楽天、万象堂、畜草江でにより、白、巨位の長蔵白、巨位の墓白巨百846年9月8日は、東大中期の監視陣。本願は、大元軍洋誘剣。兄は、不良剣の主母の白養文。弟は、白行官。北西の白岳の末裔にあたる。名の、巨位は、来期、中央の,君イイの、君子巨位師命。 小人行券事業校に由来する。字は楽天。楽天は、駅、軽自伝上の楽天地名、古風霊に由来する。号は、水銀先生、香山子寺。大歴7年、父の木下の絵と、母陳氏の間亭州新定県に生まれた。子供の頃から、頭脳名晰で、5から6歳で字を作ることができ、9歳で成立を、覚えたという。 10代から20歳代の世に出る前までは、父の認知である、苦衆、常用等に移る時もあるが、多くは不利で暮らしていた。彼の家系は、地方官として、役人人生を終わる男子も多く、抜群の名家ではなかったが、安独山の乱以後の政治改革により、比較的低い家系の出身者にも機会が開かれており、上限16年、29歳で過挙の科目で、 例部主催の新種化に試験観光英のもとで合格した。上限18年に100条の藩の模擬問題とそれに対する模範回答を作成して試験対策を行い、上限19年に不人部が主催する試験、柿半ばス追加に合格。ここで初めての任官、秘書証候書労についた。現元年、受験準備のため候書労を辞めて、原神と歌謡館に住む。 この時、天使の家門を想定して、地政の要定、時事への対策等を研究し、作林75編を制作した。これは、当時の具体的な施策をも含んでおり、資料としても重要な価値を持っている。このような努力が実り、聖火に35歳で合格死刑調布の検上になった。同年の冬、七こと腰120句の長編加工、長根化を作る。その後は、 現那2年11月5日に、管理学士、現那3年4月末に、左周囲を歴任する。この頃社会や政治批判を主題とする、新学を多く制作する。現那5年5月管理学士のまま、慶長庁副総三軍に赴任。しかし、現那6年、母の陳氏が亡くなりもに服さなければならなかった、ため感を辞す白巨意は母を深く敬愛し、 上州別が地露府君事情にて、こうして十数年、子供たちは皆学問によって主観し、彼には好意交換に至った。これは、疑いなく、夫人の慈愛と訓導が導いた結果である。娘としてこれほどに高校、嫁としてこれほどに巡良母としてこれほどに慈愛と称えた。そこから三年間は、無意無観の暮らしを送る。現な九年に、朝廷のある長安に戻り、 大使左三千太夫という職が与えられた。現画十年、竹本公暗殺をめぐり、上昇を送ったことが、越見行為とみなされ左遷され、この年の冬、公衆芝となる。多くの官敵士が生まれたのは、この時期である。その後、長慶元年中将とねりに転任することによって、中央に呼び戻されるが、間もなく自ら地方の官を願い出て、長慶二年公衆。 蘇州の獅子となり、行政官として治水を進めるなどして、業績を上げる。長慶四年五月、名誉職大使左書士等とに任命される。法歴元年三月四日に蘇州獅子に任命される。この時、毎日の事務処理のほかに、蘇州から郊外の虎球に行く竹隆氏寺を開通させるという大きな仕事を成し遂げた。しかし、病により、半年で勘を辞め、 落葉に戻る。その後、秘書官になって、長安に移る。文総、大和2年2月には、行部次郎に承認するも実し大使品格文、首都宮古、落葉を中心とする河南府の長官河南院を、歴任した後、大使品格文士等々再任。文総、大和9年大使小広し文、首都等につく。最後は、海省2年に、行部省書の官を持って、 官人は70歳をもって松村を任すべきだという、持論に従い71歳で退官。改正5年、74歳の時自らの詩文集、白詩、文集75巻を完成させ、改正6年、落葉離動座との邸宅にて、75歳で生涯を閉じる。白虚位は多作な詩人であり、現存する文集は71巻、詩と文の総数は、 約3800首都東大の詩人の中で最多を誇り、詩の内容も多彩である。若い頃は、新画風運動を展開し、社会や政治の実相を批判する風油詩を達作したが、甲州柴田戦後は、風油詩はほとんど作られなくなり、日常のささやかな喜びを主題とする、官敵詩の政策に重点が移るようになる。白紙文集に収められる風油詩については、 元旧にあたうる諸中において、彼自身によってその意義が明言されている。そこでは、死境を根元とする、死道が衰えていく中で、簡々たる左周囲の職を授かって、還元を継承する立場についたとき、直接指摘して述べにくいことを、死境の精神に則っ,って栄画したことを語り、しかしそ、さらに、自身の死を、風雨、還的、干渉、雑歌の四つに分類し、 風油詩を、剣みの志に基づいて作ったもの、官的詩を、独善の儀を読んだものであると明示した上で、自分の詩作品の中で、風油詩を、最も重要なもの、それに次いで意義のあるものが、官的詩であると述べ、鑑賞、雑歌と区別している。鑑賞詩の代表作は、超根歌、美和行。他にも、無二の親友とされる玄神や竜鵜尺との応酬詩も、名高い。 彼の完璧誌は日本において理想の生活として愛され様々な文学に引用された。一方、彼自身が一番重要とした風油誌は本来の意図を無視した引用が多く、ただ菅原道真や紫式部のような一部の知識人にのみ彼の風油の精神が正しく理解されていた。いずれの時期においても平位調達を重んじる詩風は一貫しており、 伝説では死を作る旅文字の読めない老女に読んで聞かせ、理解できなかったところは、平易な表現に改めたとまで言われる。そのようにして作られた彼の死は、旧来の次大部階層のみならず、義女や牧道といった人々にまで愛称された。また、白、虚威の詩風に関して、渡辺秀夫氏は、四季折々に循環する風物に取材しながら、その水しゆく季節の中に直進して再起し得ない。 時間を見て、翻って、我が身の人生の多い安さを詠嘆する作例が、極めて多く、これが、白紙の女上様式の一大睡眠薬を成していると、言っても、過言ではない。と述べている。現那三年、三十七歳の白虚衣は、その年の四月、天使側近の官官である左周囲に任じられ、その翌年に、新画布五十種を作った。このことは、新画布の女に、 元が四年、左衆いたりし時の作とあることから知ることができる。新画符を作った意図は、作者自身が記した序文に、その字は質にして書い、これを見るものを知って悟るりやすからんことを欲すればなり。その言は、直にして切れ、これを聞くものをして、深くましめんことを欲すればなり。と、結論には、そうじてこれを言わは、君のためにし、物ののためにし、ことのためにして作り、 文のためにして作らざるなり、と説明している。さらに、友人の原神に送った手紙、与え元旧書に、武徳より、現代に切つるまで、ことによりて、台を立て、台して、新画となす、と言っている。つまり、当代に見られた、様々な社会現象や、それを対象にして、政治批判、社会批判をする文学として意識し、作ったものであったのだ。白巨意は、 こうした類の意識に基づいた詩を風油詩と呼び、風油詩の中にこそ自分の文学の生命があると与え元旧書において述べている。白、虚意の新学府五十種はその題材を東王朝の歴史社会にとったのであるが、作品に取り上げられている事柄と歴史的事実との関係はさほど明らかではない。幻想皇帝時代のことを題材にするものが多いことは、 作品から想像されるが、それも明確にある事件を直除するといった言い方は避けている。50種全部の題が、白、巨イの喪失にかかったものではない。白、巨イの友人でもあった、李心が、すでに信頼を設けて、画布作品を作っており、白、巨イは李心の信頼にあやかって、さらに拡充させたものもあったのだ。このことは、原神の李口書信頼の画布十二種にわすの、 から知ることができる。原神のその序によれば、李信はが不信。第20を設定し、そのうち12に原神がわしたという。原神がわした。十二種は元市長慶修に見られ、その12種の代はすべて白虚異の神学。5十種の中に含まれている。与え、元急所において風雨の姿勢の必要を説いていた白。白虚異であったが、白市長研修の編集された。長慶4年以後。 中東文学において、風雨の姿勢は、急激に苗え、彼もまた風雨詩人たることをやめたのである。白、巨意の死は、中国国内のみならず、日本や朝鮮のような周辺諸国の人々にまで、愛好され、日本には白巨意存命中の上は5年に、当時の太宰商人であった、藤原学守が、当の商人の荷物から、元次郎詩集を見つけて、これを入手して、 人明天皇に献上したところ、宝姓として15以上に除せられ、同11年には、留学像、めぐみ学により67巻本の白氏文集が伝来している。平安文学に多大な影響を与え、その中でも、官的官章の詩が受け入れられた。菅原道真の監視が白虚偽と比較されたことや、紫式部が上等門院秋子に教授したという事実のほか、 当時の文学作品においても、清少納言は、枕の創始にて、文は、文集、文戦、博士の申し踏みと述べ、紫式部は、源氏物語、切りツボの巻のほとんど全般にわたり、白、虚衣の彫根下から財を仰いでいることなどからも、当時の貴族社会に広く浸透していたことが伺える。白、虚衣自身も、日本での自作の評判を知っていたという。また、彼の作品は、 彼の死後も日本で愛された。1 0 1 3年頃に日本で成立した和漢漏栄集には監祝588種のうち彼の作品は136句あり宿では最多である。次の作品編では和漢漏栄集にもある作品を取り上げている。彼の詩がわかりやすい表現で書かれているということはそこで確認してみてほしい。平安庁の日本でこれだけ 白虚偽がもてはやされたのにはいくつかの原因が考えられるが佐藤一郎はやはり平易な作風をあげないわけにはいかないと評している。原因の第二には平安朝の宮廷人たちの一つの理想が白虚偽の生涯であること。天使にその能力を見出されて比較的低い階層から然るべき地位に昇進したことはごく少数の価格の貴族以外には やはり希望を抱かせるに足る官僚としての生き方であった。第三には、白詩文集が平安貴族たちにとって一種の百科事典のような役割を果たしていたことが考えられる。この白、巨意の詩文集にはあまり極端な方よりがなく、ほぼ詩文のあらゆるジャンルとあらゆる題材を関連的にではなく取り上げているからである。第4には、日本の史科と同じく、 白紙文集には、雪月下が多く、主題となっていること。第五には白虚位は、平安貴族と、同じく仏教信者であると共に風流人であり、物の哀れの精神の理解者であることが挙げられる。秋の庭吐きはず藤枝に携わりで、静かに青霧の紅葉を踏んでいく八重子の金尾、枕をそば立てて聞く、コオロポーの雪尾はすだれを、ばげて見る白巨位は、仏教徒としても著名であり、 晩年は、龍門の香山寺に住み、香山小寺と合した。また、場所同一門下の仏甲序満や高前これ広らの前奏と交流があった。これ広や、清志秀,秀に属する人称の墓碑を書いたのは、白虚意である。慶徳伝登録巻十では、白、巨を、序満の奉仕としている。その他、巻七にはお門未完との問答を載せ、巻四では、五祖宗の長家道林との、 七不通会議に関する問答が見られる。ただし、道輪との有名な問答は、後世に固くされたものであり、史実としては認められていない。二人が知り合ったのは、二人が、不人部の試験に合格した、上限19年の頃であった。この最初の出会いのことを、白巨衣は、書に大うるうた100これに宿りキスという200句に、及ぶ長い歌の冒頭に、置く 上限の年にありて、初めて天候のつかさに昇る未明同日に授けられ、真事一言に知ると記す。さらに別の、原神に送る、死の最後の四句、十日を同じくするためならず、書簡を同じくするためならず、会うところは放寸にあり心源に異端なしと示している。白虚意は、この他にも、原神に関わる死を多く歌っている。原神が、原稲5年2月に、 かなんいのぼうしを、不法のことをしたと言って魚師代に放置して、執務を停止させたのだが、この、原神の行為を、観察魚師が、自分勝手に職務を行ったやりすぎた行為だとして、問題視したことがあった。この事件は、結局ぼうしが、抜砲1月の処分を受け、原神はそれより重い抜砲3月に処され、さらに長安に召され、考料に左遷まで告げられてしまったのだが、白は。 この件に関し、原神を弁護し、この処置に抗議する文章を3回も上層した。第3回目の文章、原神を論ずる第3条は、白紙文集の42巻に収められている。平岡武雄は、白、虚偽の意義申し立てが、発令の後すぐに行われ、また短い期間に3度繰り返しなされることから、これは、勇気ある行為であり、二人の間に熱い友情が、 役所していると評している。二人のこのような交流は、原神が大和5年53歳で亡くなるまでの約30年間、ひとときも揺るぐことなく続いた。白距離、ありがとうございます。